セキュリティ情報セキュリティ、サイバーセキュリティウェブアプリケーション脆弱性、診断ウェブアプリケーション脆弱性診断もしくは、ウェブアプリケーションセキュリティ検査とは、ウェブアプリケーションのセキュリティ上の問題点を洗い出す。検査で、ウェブアプリケーションに文字列を送信したり、ページ遷移を確認したり、ログ解析したりするなど、ウェブアプリケーションに特化した検査。何らかのツールやサービスを用いて、 主に開発時のテスト工程と運用時に行われる。実装時に作り込んだ脆弱性は発見できるものの、設計段階で入り込んだ脆弱性を発見するのは難しい。なお、一般的なウェブサイトはウェブアプリケーションのみならず、OS、ウェブサーバー、データベース等様々な要素からなっているため、ウェブアプリケーション脆弱性診断とは別に、これらの要素の脆弱性を診断する。 プラットフォーム脆弱性診断を行う必要がある。Web アプリケーション脆弱性診断や、プラットフォーム脆弱性診断のサービスは、リモート診断とオンサイト診断とに分かれる。リモート診断が、インターネット経由で、遠隔地から、顧客の Web アプリケーションを診断を行うのに対し、オンサイト診断は、顧客のネットワーク環境がある場所までおき、 顧客ネットワークに診断用のマシンを直接接続するなどして診断を行う。リモート診断がウェブサイトを訪れるユーザーと同じ条件下で診断を行うのに対し、オンサイト診断はファイアウォールの内側から診断することにより詳細な情報を取るなどできるが、現地に赴く分料金が高くなる場合がある。ウェブアプリケーション脆弱性診断は次のような流れで、 行う IPA によると Web アプリケーションセキュリティ検査ツールは以下の3タイプに分けられる。ありがとうございます。